ボブ・ウールマーはクリケット指導者。インドのカーンプルに生まれた。彼の父親もクリケット選手であった。ICI に就職した。1970年から1971年シーズンには22歳で、南アフリカ共和国のクラブチームのコーチになると1975年に体育教師となるまで続けた。イングランド代表としてプレーした後、 1984年には選手としての第一戦から退いた。南アフリカ共和国に渡り当初は高校でクリケットやフィールドホッケーを教えた。その後南アフリカ共和国内のクラブチームの指導を行った。彼は白人のクラブより黒人のクラブでの指導を好んだ。1987年にイングランドに戻って、 クラブの監督を務めた後、1994年から南アフリカ共和国代表の監督を務めた。就任1年目は、彼の指揮するチームは6戦全敗したが続く5年間チームは大きく勝ち越した。1999年南アフリカ共和国代表監督を辞任した後、イングランド代表監督就任の話が転がってきたが彼は、 休養を欲しその話を断った。2004年にパキスタン代表の監督に就任した。2007年3月18日、クリケットワールドカップの代表監督として滞在していたジャマイカのキングストンでアイルランドに敗北した試合の数時間後、ホテルで亡くなっているのが発見された。最初に死因は心臓発作であると発表されたが、 その後3月22日に窒息死したことがわかると警察は考察された疑いで捜査していると公表した。これによって神話、はパキスタン代表が格下のアイルランド代表に敗れたことに対する腹せによる殺人ではないかといった見方が広がった。6月12日に彼の死は自然死であったと発表が修正された。彼の死因に対する捜査には スコットランドヤードからも刑事が派遣されていた。なおその発表前の同年6月4日に、インドのマヘッシュ・バッド監督により、事件を元にしたフィクション映画の制作がされることが発表された。ありがとうございます。